トリプル6認定無秩序無差別級初代王者決定トーナメント準決勝。ゼロサウンド、アルリオン、レフェリー石黒淳。さあ短期決戦を狙っているのか、ロンドロンドロンド、本領を狙うか、いや、ペールワンも返す。これさっきの宮本選手もそうだったんですが、さあまずは、そうですね、短期決戦、やはり決勝戦がありますからね、まあそれ見据えてるってことですよね、はい。さあ、音量が、さあ、おっと、ラケットの狙いを避けられた、ドラゴンスクリュー。さあ、レフリーも久しぶりの復帰らしいですね。そうですね、トリプル6復帰戦だから、約半年間、膝の怪我で休んでた。このトリプル6のリングで膝を怪我したという話ですからね。申し訳ないことでございます。ああ、これ、ペール1も、これ、膝出ないですかね。今日の試合でまたレフェリーが膝怪我したら面白いんですけど、いや面白くないですよ、ダメですよ、ダメですよ復帰したばっかりだったから本当に今度反対の足だったらいい、いやいやダメですよ、良くないでしょさあ今日は準決勝第2試合目、シノロリ対決と言いますかね、はい、あと膝、膝を引っ張るな、ワイヤルストレッチ、さあこれそれをレフェリーにやったらいいんだね、いやいや良くないでしょこれね、早めにレフリーストップかけるかもしれませんよ、膝の上の攻撃は。そうかもしれないです。自分の嫌、あれがありますからね。ただ、音量選手としてはですね、やっぱり自分の団体ですからね。15年間、なんといっても、このトリプル6を守ってきたのが本領であります。旗揚げ戦からずっと所属というのは、音量選手だけですからね。さあ、その音量が、やはりこの、まあ、エースと言いますとね、ずっと頑張ってやってきたわけですから、そしてペール1、そのペール1レスラーを引き入れてきました、そのペール1でも、まあ、ペール1にしては勝っておけないし、いや、そうですね、勝負の世界としてはよくあることですから、ここまで来た以上はね、やっぱり1年かけてやってきたトーナメントで、ね、みんなが大注目してたトーナメントですからね、あさあ、ね、あでも。やっぱりみんな今日勝ちに徹したファイトをやってますね、うん、そうですね、はい、さあインディアンのデスロックか、あインディアンのデスロック、ハリーレースが昔やってたやつですね、ハリーレースもしくはジャンボ2だ、はい、初めてジャンボデスロックっていうのがありましたけどね、さあハリーレースロック、おーブリッジ、これはかなりきついと思いますよ、さあブリッジワーク、ハリーレースがテリーファンクから MW を取った時の決まり手ですからね、ですからね、なんといっても第52代チャンピオンに返り咲いた時もハリーレースの必殺技がこのインディアンデスロックでありました、いやー、まあ、地味ですけれどもね、この技は非常に厳しい、はい、私の中学時代のフィニッシュゴールでした、これは本当に痛いですさあ、俺はかなり厳しい、動くのもこれはね、なかなかね、ですね、しっかり絡まってしまうので動きづらいんですよね、さあどうする、これは簡単には外れませんからね、はい、レフリーはちょっと外さないと、これちょっと自力ではちょっと難しいかもしれないですね、でも日本の足を1本で決めますから、かけてる方を受けてちょっとダメージがあるんですよね、それは無傷では済まないでしょうね、うん、私も左足を折ってからやらなくなりましたからさあでもちょっと音量選手としては勝負どころでちょっと膝を痛めてるというのはかなりの判断になりますよね、
さあ、その音量に対して、さあ、なんとか反撃をしたい音量でありますが、おお、あ、でも次の手がね、膝を痛めるとこれがあるんですよね。これ起き上がる一つでもね、強くなってきます。はい、畳み込みたいところでやっぱり次の手がすぐ出ないということで。さあ、ベルワに対して、さあもちろんこのベルワと同じようシングルっていうのはトリプルシックスではやってないでしょうね。本戦では多分シングルはないでしょうね。ないと思うんですよね。さあ、これは得意の流れ式のフランケンを狙うか。あ、しかしまた膝がヘッドマット、膝にヘッドマット。さあ、この位置ですから、さあ何かを狙っているのはペールワンなのか、セカンドロープかな。何を狙っている、何かを狙っているぞ。おお、持ってきました。コルブリーコン流れ式と言っていいんでしょうかね。しかもあの膝をクロスして片膝だけ当ててるんですよね。ブロブキーか、ブロブキーか、ダイビング式を持っていきました、コードブリーカー。さあ、ちょっとやはり運動、17年間に戦ってきた体もダメージが。そうですね、やっぱりこのキャリアですから、やっぱり運動選手も膝を…さあ、そして…おっと、知らない。あー、いかない。お、いかせない。なんだ運動が潰すのか、なんだ。いやいやいや、お、あ、エメラルド、エメラルド、え、これ見…これ、ミルフ自体見触せんの。これはですね、音量がもともと、まあ、音量になる前ですよね。その時はウルフ小沢殿の、その時はちょっとミサ選手をオマージュしたような動きをしていたので、もしかしたら奥の手を出したのかもしれない、ね。はい、多分初めてですよね。初めて見ますね。それまでフェイスロックとかですね、そういうことを見せたんですが、さあ音量が何を持ってく。さあ奥の手を出してきた音量と、まあ、ペルワンボでも緻密な攻撃をずっと続けてますからね。さあどうする。おお、体と、いや膝元、これも上からダメージですよ。画面式のジャンピングタフルアタックとでもいいんでしょうかね。ですね。しかもあのフォールの体勢も非常にガッチリ入りますから、ニーアンドプレスですよね。さあ、そしてその音量にサミン対して、お、あ、これはこれは後ろから後ろから行った。しかし逆にバックブリーカーになりましたね。かえって背中が、背中がバキバキって言ったような、これはとてつもない、とてつもない新しい噂になりました。そして音量ドライバーが、音量バックブリーカーが、さあしかし逆さを抑え込み、いやくるっと返した。しかし、さあこっから、なんだ、膝に対して攻撃を仕掛けていく、スピード